ジェニファー・ウルリッヒは、ドイツ出身の女優、ジェニーブル・ウルリヒともクレジットされる、ドイツ民主共和国、東ベルリン・リヒテンベルクの生まれ、2002年、マリア・フォン・ヘランド監督によるドラマ映画、ビター・スウィートで初となる映画出演を果たした。その後、映画、ソリューシや原発事故を扱い数々の賞を受賞した映画、見えない雲に出演した。2008年、 実際の出来事に基づくサスペンス映画ザ・ウェーブ・ウェーブにメインキャストの過労役でユルゲン・フォーゲルと共に出演またトトートを筆頭に多くのテレビシリーズにゲスト出演を果たした2009年電気映画アルベルト・シュワイツァー A ライフ・フォー・アフリカでバーバラ・ハーシーゼローン・クラッペと共に出演2010年早期ホラー映画ルーム二百五の撮影を開始 ほどなくして、ドイツで、劇場公開される。同年10月公開の映画、ブラッティパーティーで、ヴァンパイアのシャーロット役を演じ、オルビエイトファンタジーホラー賞の新人賞を受賞した。2011年の夏、ダニエル・ビカーリ監督のイタリア政治ドラマ映画、ディアズ・ドント・クリーン・アップ・ディス・ブラッドに、主要な役の一人として、出演。 映画は2012年ドベルリン国際映画祭の特別パノラマ部門で観客賞を受賞。2012年4月にイタリアで劇場公開した。2013年のドクマイ映画《ミートメインモンテネグロでイギリスのルパートフレンドと共演した。ありがとうございます。